別次元のそのパワー感を作りたいなと。パワフルなエンジンに生まれ変わったことで非常に高回転のところからもトルクが出せる。こういうトルクカーブって NA でもなかったな。最後まで諦めないあの開発の姿勢みたいなものはあのスバルの開発のポリシーかなというふうに思っておりますので、スバルの NA エンジンの、まあ、技術の集合体、内燃機関を使った水平対向エンジンで走りを極めるというのはしっかりとしたスバルの走りを継承するための基本となると考えています。スバル BRZ は従来型から排気量を 400cc 拡大、構造から部品まで全面的に見直した新開発 2.4 リッター水平対向4気筒エンジンを搭載しています。徹底した吸排気性能の向上や摩擦の低減などによりパワー、トルクともに大幅に向上、最大トルク到達後はほぼフラットなトルク特性を実現するなど、あらゆる速度域でリニアで気持ちいい加速フィールを味わえます。現行のモデルが2リッターというところで、もう少しパワーがあるといいよねっていうようなあの声をいただいております。このタイミングであのエンジンを一新して別次元のそのパワー感を作りたいなと。パワーを上げる手段としてターボエンジンですとかいろいろな手段考えられたんですけども、やはりこの車の一番いいところはもうリニアな吹き上がりというところで NA のエンジンをまあ選択しました。排気量アップすると通常はどうしても最高回転数っていうのは下がってしまうところなんですけれども、そこは絶対に下げないっていう、その気持ちよさというのは絶対になくしてはいけないっていうふうに考えていました。従来あった3000回転から4000回転のトルクの谷間を大きく改善させて非常にフラットなトルク特性にしました。ターボのように低回転から最高回転数に到達して、通常ターボでは落ち始める6000もまだ超えて7000を超えたところまでトルクがしっかり絞り出しているので、まあ、なかなかこういうトルクカーブって NA でもなかったなっていうのが正直な実感です。パワフルなエンジンに生まれ変わったことで非常に高回転のところからもトルクが出せる、さらに伸びる、より扱いやすくなったと。低回転からしっかりトルクが出てる、高回転でもパワーが引き出せるっていう、そういうエンジンを使い切る楽しさであったり、そういうところを味わっていただけたらと思っています。排気量の拡大に伴い冷却系も強化しました。ラジエーター容量とファンモーター出力のアップに加え、オイルクーラーを標準装備、高出力を安定して発揮させることができます。実は冷却性能っていうのはサーキットとかきつい走りをした時がきついように感じるんですけども、渋滞中が一番きつかったりします。走行風が当たらない状況でエンジンはずっと回り続けますと、冷却水はどんどん温度が上がっていきます。その中でもしっかりと冷却性能を確保してあげなきゃいけないというのがやっぱりお客様にとってのベネフィットになると考えています。さらに燃料の供給系も進化、強い遠心力がかかるスポーツ走行時などに起こりやすい燃料の偏りによるガス欠症状を抑制します。仙台でのいろいろなサーキットを走られたお客様のフィードバックとして間違いなく織り込まないといけないと、日本のどのサーキットでも息つきがない性能を確保できていると思います。それに加えドライバーの気分を高める機能としてアクティブサウンドコントロールも搭載、エンジン回転数に応じて専用スピーカーから官能的で力強いエンジンサウンドを送出します。高次元の周波数域を強く出すことで運転手の気持ちよい走りを演出することができます。トランスミッションは AT、MT ともにエンジンの高出力化に対応するとともに走りの気持ちよさを高めました。 6AT は状況に応じて最適な変速を行うアダプティブ制御がさらに進化、特にスポーツモード選択時は AT とは思えないほどリニアでスポーティーな走りをご提供します。まず素早いシフトダウンによりエンジンブレーキを十分に発生、安心してコーナーに入れます。コーナリング中は次の加速に備えて高いエンジン回転数を維持、踏んだ瞬間からスムーズに加速します。このようにスポーツモードはドライバーの意思や操作に忠実な変速を実現、まるで熟練ドライバーによる MT 操作のようなスポーティーで気持ちのいい走りを誰もが楽しむことができます。
運転手の意に沿ってシフトダウン、シフトアップをコントロールして意のままに操れる非常に快適な操作を実現するモードとなっています。走る喜びというところをお客様に体感できるような設定を目指していきました。大きくシフトパターンが見直したり、ブレーキングした時に自動でシフトダウンする最適な位置を見出したりというところで、どんなお客様にも対応できるというふうに自信を持って送り出したのが新型車のスポーツモードであります。 6MT は操作フィールが向上、シフトの軽快感やスムーズさ、クラッチペダルの適度な踏み応えなど、操るたびにその質感の高さを実感できます。斜めシフトに対してのフィーリングを改善して非常に操作しやすいところを狙いました。サーキットで操作されるお客様についてはやはりシフトチェンジが斜めにシフトする方が変速スピードが上がりますので、そういった思考を持っているお客様にも十分対応しています。街乗りで乗られるお客様に対しても最適な状態になっているというふうに考えております。クラッチの踏み応えについては若干重い設定にして、ステアリングブレーキペダルってところのバランスを最適なものに設計変更しております。やはりお客様が操作しようと思った操作が無理なくできるっていうところがポイントだというふうに思っておりまして、今回の変更でお客様の走行する上での安全性にも寄与したというふうに思っています。さらにスーパー耐久シリーズの実践から得られた知見を生かし、 MT 車にも専用のスポーツモードを搭載。鋭い加速と優れたコントロール性を両立し、アクセルで車を自在に操る喜びをドライバーに提供します。排気量アップをしてそこに耐えうる仕様をしっかり作り込むというところが一番の苦労したポイントでした。クランクシャフトの軸受けであったりコンロッドの軸受け、主にはそこが一番厳しい。FB エンジンの基本スペックではちょっとまかないきれない部分もありましたので、一つ前の EJ エンジンの水平割りコンロッドという技術も加えることでより信頼性の高いエンジンに、そういう意味ではスバルの NA エンジンの技術の集合体というそういう捉え方をしていただいていいかと思います。最後まで諦めない開発の姿勢みたいなものはスバルの開発のポリシーかなというふうに思っておりますので、そういった点で十分発揮できたかなというふうに思っております。たとえ電動化時代になろうが、その先が来ようが、この走りというものはお客様にとって非常に重要なファクターです。これを突き詰める上でこの内燃機関を使った水平対向エンジンで走りを極めるというのは、しっかりとしたスバルの走りを継承するための基本となると考えています。環境、状況を考えると完全なガソリンエンジンの開発はもう正直このタイミングが最後だろうなっていうふうに、その開発の初期からもメンバーで言っていました。ボクサー NA エンジンとしての集大成としての商品ができるように、そこは心して楽しもうというふうにみんなで取り組んでいました。初めて自分の手で運転した時に全く今の2リッターとは別物の動力性能が得られているということと、狙った通りに高回転の気持ちよさが出ていて、他の開発の関係者がその笑顔で降りてくるのを見た時にいいエンジンができたんだなっていう嬉しさを感じました。この車に乗ることでエンジンを楽しむ、運転を楽しむというところに気づいていただけるお客様がいらしたら非常に嬉しいですね。踏み込めば即座に、そして滑らかに吹け上がり、力強く加速していくスバル BRZ の動力性能。究極を目指して磨き抜かれたその気持ちよさを、走りを愛する全ての人に送ります。